エマ料金所は、静岡県伊豆の国式大話にある、伊豆中央道の本線料金所である。有人の料金所だが、夜間は無人となるため無料で通行できる。2021年7月現在、ETC、クレジットカードは利用できないが、同年7月1日から、ETC ソリューションズが提供する、会員登録型の ETC た目的利用サービス、イトシエクスを導入した。 料金所は、エマトンネルと、ハザマインターチェンジの間に設けられている。1992年7月から、自動料金収受期で24時間料金徴収をしていたが、2014年4月から友人による料金徴収に変更された。当料金所の南側、ハザマインターチェンジとの間に、伊豆の国市道、朝鮮29号線との交差点があるため、 伊豆中央道の有料区間を経ずに、無料区間のみを通行する車両も存在した。2014年2月11日の伊豆中間自動車道、神奈三塚本 IC の共用開始による、交通量増加の対策として、三島方面、ハーフインターだった、高波間インターチェンジのフルインターチェンジ化と、高波間インターチェンジと東洋金所間にある、唯一の平面信号交差点だった。 エマ交差点の立体化が事業化され、甲波山インターチェンジのフルインターチェンジ化は2020年7月1日、エマ交差点立体化は同7月9日にそれぞれ共用開始した。ブース数、六等料金所の東側隣接地に、伊豆の国観光案内センターが開設されていたが、2015年9月30日に閉鎖されている。ありがとうございます。